動車道を走ってます。これから上信越道に乗って碓氷峠を走ってこようと思います。自動車道ができる前はひたすら下道を走って長野まで行ってたんですが、今これができたおかげで長野がすごく近く感じるようになりましたね。富岡市です。ここは群馬サファリパークや世界遺産の富岡製糸場があるところですかね。結構群馬は見どころが多いですね。下仁田です。下仁田ネギが有名ですね。柔らかくて甘くて美味しいです。来ました。妙義山ですね。登山できるんですかね。松井田妙義インターから降ります。近くにありますね。下切スズメの伝説の場所ですかね。私用事があって長野方面に行くときは必ず碓氷峠の旧道を走るんですよね。走るのが昔から好きで、こっち来ると必ず来ます。それで碓氷峠入る前に荻野屋さんっていう峠の釜飯を食べられるところがあるんですけど、必ず寄ります。今日も寄って食べてから碓氷峠行こうと思います。釜飯食べてきます。釜飯食べてきました。美味しかったです。土曜日のせいかお客さんいっぱいいましたね。いや、これから碓氷峠の旧道を走って軽井沢まで行きます。今現在車の外気温は34度ですね。軽井沢は何度でしょう。旧道に入ります。
水峠です。霧積温泉ってありますね。ここだいぶ前の映画なんですけど、人間の証明って角川映画でやって、その中に出てきた詩の舞台になったところですね。映画の主題歌がいい曲で結構聴いた気がします。番号が書いてありますね。ここカーブ10ってなってます。確か184あったのかな。カーブ11ですね。寄ってみます。あ、いっぱいでした。
走ったことあるんですけど、キツネが出てなんか嬉しかったのを覚えてますね。私の住んでる地域にはキツネはいないんで、タヌキはたくさんいるんですけどね。駐車場です。馬出るんですかね。
気温が29度になりました。やはりだいぶ低いですね。184だったんですけど、どうでしょう。183。これが184ですかね。看板がちょっと見当たらなかったんですけど、長野県軽井沢に到着しました。
外か、外気温は28度ですね。やっぱり涼しいです。避暑地ですね。終わりです。